それでは早速、あ、美山ちゃん、幸也さん、幸也くん推しだ。美山ちゃんはちょっと一回落ち着こう。じゃあ開けますね。ノリオ出たちゃん、吉信絶対当たるよ。うん、オールスター出ろや。アーモンドアイちゃんありがとう。じゃあ開けていきます。さあ吉信くん当たりますように。うちも幸也さん推し。俺が魔法かけた。本当？ありがとうね。こんばんは。きょうちゃんありがとう。さあ誰が当たるか。よし、きっと当たる。俺も見ないで1枚ずつ上からやっていくよ。いきます。周平来てほしい。いきます。それではよろしくお願い。はい、申し述ぶよーぽん。おー、山崎総一郎くん、このバージョンです。このバージョンのカード1枚目。さあ残り6枚となってます。そうちゃん、ぴょんちゃん、さあ残り6枚となってます。いきます、どんどんいきますよ。上からいきます。よろしくお願い申し述ぶよーぽん。義母くん、義母くんです。めっちゃ守備うまい、好き。ショートくんかわいい。うだちゃん来い。ぴょんちゃん、そういち、うんうん。主婦と義母ちゃん当たる。みやまちゃん、おお、のりを当てた男くん当たる。いきます。吉信くん、あと 5枚の中に入ってるかな。次当たるよ。次当たるかな。いきます。キラが1枚絶対入ってるっていうことなんで、いきます。よろしくお願い申し述ぶよーぽん。あー、中川拓馬くん、中川違いということで、僕が欲しかった中川くんではなく中川違いということですけど、全然。キムちゃん、パッパ引き後に取らんねん。乗り当てた男ちゃん、ごめん。いや全然、次回ね。いきます、よろしくお願い申し述ぶよーぽん。現代くん、誰かこの前現代くん好きだって言ってたな。現代くんね、中京高校からオリックス、21歳です。さあもうさ、なかなか当たんないじゃん、そう、こんなんじゃ。だから全然レギュラー陣当たってないじゃん。HA ちゃん、次当たりますように。総一郎くんが一番嬉しかったな今のところ。応援してるよ。当たれ、アイモンチューちゃん、いきます、よろしくお願い。まあ中さん自体にね引きないからあんまり。佐々木くん、吉野マジ当たらんかった。チコちゃん、チャーノー、ありがとう。キムちゃん、オリックス誰が一番好きなの。もうもちろん山本由伸くんです。いきます、よろしくお願い申し述ぶよーぽん。内藤豊くん、しかも内藤豊くんのキラです。キラに、内藤豊くんのキラ、日本航空石川高校ね。これもう山本由伸くん当たんない気しかしてないです。あと2枚残り。いきます、きょうちゃんお願い、ありがとう、よろしくお願い申し述ぶ来い。ドーっと、これは誰、吉田亮くんサイン入り。サイン入りカードだよ、やばいんじゃないのこれ。これ結構当たりなんじゃないの、サイン入りカード、しかも直筆、なんか直筆当たったんだけど、ほら、これ当たりだよね、多分。これ当たりじゃねえの？裏に10分の1みたいに書いてない。90分の53。すごい。90分の53。ほら、なんか金色で数字が書いてある。これ当たりだよね、多分。ほら、すごいすごいってみんな言ってるよ。ほら、当たりました。七夕、ノリを当てた男ちゃん。
え、ピョンちゃんすごすぎ。サイン入りカード当たり。すごい。10分の1。すげえやん。吉田亮くん。これが山本由伸くんじゃなか、ないっていうところが、ちょっと中さんっぽいですね。由伸くんやっぱ当ててほしいです。やっぱ、中さん。吉田亮くん。サイン入りが個別で出るのはすごいわ。それ弟が言いました。ぴょんちゃん、あ、七夕の願い事は何？もちろん、山本もしのぶの飛躍でございます。そして最後に行きます。最後。もう何でもいい。由伸くんが、僕は別にサイン入りが欲しいわけじゃないんです。山本由伸くんが欲しいんです。行きます。よーっぽん！むねくんです。むねゆうまくん。むねゆうまくんがね、当たりましたということで。吉田亮くんのサイン入りが当たりましたんで。万波、アーモンドアイちゃん、万波。むねくんええやん。うんうん。むねくん僕も好きです。ラスト1番、吉野くんお願い。HA ちゃん、ザッキーちゃん、今日4月8日、9時、細かすぎるモノマネ、楽しみにしてる。ありがとう、ザッキーちゃん。むねだ。次頑張れ。のりょう、もう1パック買うしかない。佐々木の沼ちゃん。ね、自分でもちょっと買ってみたいと思います。中さん、ありがとうございます。161種。うんうんうん。いいですね。レギュラーカード67枚。バッファローズ山脈1。インサートカード、スペシャルサインカード。細かすぎる。録画したよ。すみれありがとう。佐々木の沼ちゃん、オリックスだけのやつなのか。そうそうそう。オリックスカード。これ当たりました。吉田亮くん好きな方、もしよかったら、ね。次会った時に。カジュちゃんこんばんは。ありがとう。ありがとうございます。この中で好きな選手いるっていう方いたらね、言ってください。僕は吉野部くんが欲しかったんで、そう。これね、吉田亮くん、サイン入り。直筆ですよ、しかも。すごくね、直筆でこんな。これで山本由伸君当たってたらマジ神だったね。もうワンパック。もうワンパック入ってるって。うわ、皆さん、朗報、もうワンパック入ってます。うわ。さすが中広。そういちろめっちゃいいね。乗り当てた男ちゃん、オリックスファン、一緒に応援しよう。一緒に応援しましょう。もうワンパックできることになりました。うわ、すごい展開だ。よし。楽しみです。さあやっていきましょうか。次こそね、吉信くんが当たってくれないと困ります。僕もいきます。あ、なんかちょっとカード硬いっすよ。なんかペコ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 してない。ちょっと硬いカードが入ってる気がする。ぴょんちゃんプロ野球チップスだったら山本由伸持ってる。俺も持ってる、それは。のりちゃん絶対当たる。にょかちゃん一気に点上げしたね。うんうん。キムちゃんも吉信当たれ。来たか。俺、勘強いから、のりちゃん。いきます。よろしくお願い。申し述べ。来い。石岡亮太くん。裏見るとなんか、紅林くんかなと思ったら、石岡亮太、亮くん。ラオウ来い、雪音。安くん、似すぎ、ありがとう。ぴょんちゃん、ワイ、おそろ。さあ、どんどん行きます。よろしくお願い。申し述べ。斉藤京介選手、ルーキーです。ルーキー、こっから這い上がっていくぞっていう。盛岡中央高校23歳。あと5枚。もう全然当たる気しないわ、山本由伸くん。今のところなんかね、由伸来ねえな。ねえ、よし、よろしくお願い。申し述べ。よいしょ。あー、マーゴだ、マーゴ。うわー、嬉しい。ゴンザレス、マーゴ。鳥谷隆が来ましたね、マーゴ。はい。マーゴ好きなんで自分、よかったです。残り4枚。よろしくお願い。申し述べ。ボン。宇田川くん来ました。まだキラ来てないですね。宇田川くん来た。
いいね、宇田川優希くん最高。宇田川くんは嬉しいですね、好きなんで。同じ埼玉出身ということで、いきます。それでは宇田荘、わーい、ピッチャー見えたから来たかと思った。うんうん、宮山ちゃん、おお、いきます、よろしくお願い申し述べよー、パン。あー、なんか、わ、バッファローズ山脈すげえ。ねえ、みんなこれすごいんだよ。え、すごくね、みんなちょっと聞いて、これすごい、マジですごい。え、マジすげえやつ出た、バッファローズ山脈。1枚しかないんだって、1種類。あ、すごいやつ出たよ、これ。これめっちゃ神引きなんじゃないの、ほら。しかもキラー、山本由伸くん、幸也くん、山岡大ちゃん、そうちゃん。これすごいカード出ましたね、すげえ。みんな揃ってる。で、キラーだし、しかも。おー、バファローズ山脈羨ましい。山脈だ、かわいい、ぴょん、神引き。山脈ほー、やっほー。なんかすげえ出た。やったぜ。最高やん。わー、久しぶり、覚えてますか、愛ちゃん、ありがとう、久しぶり。よかった。いいね、山岡くんやん。キラキラ、しかも、バファローズ山脈。もうそれ出たら出なくても許せちゃう。まあでも、ピンのも欲しいよね。明日、ホットモットオリックス戦見に行く。吉野部先発で初めて吉野部見るので、めちゃくちゃ楽しみ。リンタソ君、楽しんでくれ。ありがとうございます。カルちゃんおめでとう、よかったね。よっしゃ。さあ、これを超えてくるカードは、ないです、正直。僕の中で。でも、めっちゃ可愛い、そのカード。山岡単体より欲しい。欲しいまである。うんうん。これを超えてくるカードは、正直ないです。けど、山本由伸くん単品出ていただいたらすごく嬉しいです。いきます、残り2枚、よーっぽん。あー、小田くん、小田さん、おー、小田さんイケメン大好き俺、小田さんかっこいい、小田さん、小田さんです。はい、わー、今もう見えちゃいました、1枚。はい、よーっぽん。杉沢亮選手、東北高校から東北福祉大学ということで。はい、いいな、小田さん、小田さんかっこいいよね、さすが雪音。吉野も本当に来た、吉野くん来ました、皆さんありがとうございます。14分の1ということで、すごい、あのレアカード、バファローズ山脈ということで、これはもうちょっとモノマネしとくしかないですね。じゃあまずね、山本由伸くんから。山本由伸くん、山岡くん、幸也くんのモノマネしていきます。まずじゃあ山本由伸くんね、これね、で山岡くんね、で幸也くんでしょ、最後は。サチヤの1ミリ、これはね、とても難しいんです。この1ミリが似てるか似てないかが左右してくるんで、サチヤの1ミリです。オッケー、ありがとう。羨ましい、すごい欲しい、しのちゃん。ルンカちゃん、私もオリックスカード開けてます。グローブは、ぴょんくん面白い、眉毛が山岡さんなんよ、ありがとう。しーちゃん、ケンケン、明日テレビ見るよ、ありがとう。しーちゃん、ギータくん似てる、ルンカちゃん似てる、ありがとう。私もボックス買いするわ、吉野部出たら渡す。うわ、優しい、交換しよう、じゃあいろいろ。サチヤさん似てる、ありがとう。
最近ね、皆さん配信でサチヤくんのモノマネも発見されたんです。山脈フェイスということで、この辺やな。はい、これスクショで今日の。サチヤの1ミリ。吉野部公認ですか？吉野部くん公認ではないですね。でも認知はしていただいてるっていう感じです。そう。山岡くんもう一回言ってください。はい、スクショタイムです。山脈フェイス。しのちゃん似てる、マジ似すぎ、似てるマジ似てる、ルンカちゃんありがとう、スクショタイムプリーズ。めっちゃ似とる、マジ似すぎ、うわ来てますね、山脈フェイスということで。ルンちゃん、総一郎くんの真似は、総一郎くんだけはもう似ないです、絶対に。どう考えてもこのお三方、山岡くんと山本由伸くんは似てるって言われたことあるんですけど、サチヤくんはマジ奇跡的に見つかったっていう感じです。ほらサチヤくん、スーツ着てるのいいね。